ホーエンド・エランゲンブルク公使、ルートビヒ、ヨーゼフ・クリーフーバーによる、リトグラフ、1863年、ルートビヒ・カールグスタフ2エンド・エランゲンブルクは、オーストリア帝国の軍人、陸軍大佐。ホーエンド・エランゲンブルク公使、カールグスタフ・ビルヘルムとその妻の伯爵令嬢、フリーデルケ・ラディスラバツ・フュルステンベルクの間の、長男として生まれた。 ホーエンド・エランゲンブルク公家のオーストリア系、カトリック系文家に属し、本家の当主エルンスと一世公とは、またいとこの間柄であった。1866年7月26日、広島戦争で、オーストリアが決定的な敗北を喫した、ケーニヒグレーツの戦いで戦死した。独身時代に、平民女性、マリアンネ・ザイフェルトと関係を持ち、間に娘を一人設けている。 1857年9月20日、プラハで、白社クレガブリエーレフォンウント2トラウトマンスドルフ・バインスベルクと結婚した。妻は、ローテンハウス城と付属所領の相続者で、この城は、夫妻の長男に引き継がれた。妻との間に6人の子があった。彼の孫のうち2人が著名である。ありがとうございます。